にちは。今日はですね、少し過激なタイトルになってしまいましたけど、ズバリ音楽業界の老害というタイトルでお話ししたいと思います。始める前にお断りしておきたいんですけれども、ここで言う老害っていうのはですね、決して年齢をバロメーターにしたものではないということなんですよね。あくまでマインドセットの問題でしてね、オープンマインデッドかクローズドマインデッドかっていうね、つまりは自分の価値観と違う価値観の存在を認められるか認められないか、認められずに感情的になってね、叩いてしまうかっていうね、僕は後者のことをいわゆる老害と呼んでます。なのでね、年上の先輩たちのことをみんな老害扱いしたりとかですね、例えばそのリタイアを考えているようなね、年齢の方たちもですね、この動画を見たからってね、年下から老害扱いされたと思ってしまう必要はないと思います。それでは早速、音楽業界での老害の特徴、一つ目はですね、自分の青春時代を美化して押し付けるタイプ、これですね。で、これはどの業界でもいるとは思うんですけれども、自分が若い時はこれだけ大変だったとかね、お前らの時代は甘いとかね、そういう変などやりをしてくるタイプです。で、ギター業界でよくいるのはですね、俺らの若い頃はネットも譜面もなかったぞと、で、音源を聞いて耳コピするしかなかったと、だから今の若いやつらはそれをしてないから耳が全然鍛えられてないとかね、そういう無意味な説教をするようなタイプです。で、時代が進むってことはテクノロジーが進むということじゃないですか。で、そうするとどんな仕事でもスキルを身につけるね、コストとか時間とかっていうのは短縮されていくんですよね。だから科学が進めば一つのスキルを習得する時間が短くなるっていうね、簡単になるっていうことなんですけど、その事実を受け入れられないで、なんていうんですかね、自分たちが辿った道を辿らない今の若者は未熟だっていうね、そういうことを言いたくなってしまうんですね。で、ネットで手に入る情報をもとに、例えばその譜面がネット上に共有されていたりとかですね、 YouTube で双方解説がねされてるじゃないですか、今の時代って。で、そうやって昔よりも手っ取り早いね、時間で早くスキルを身につけた人がどうも受け入れられないみたいなね、そういう人たちもねすごく多くいます。まあこれちょっと極端な例えにはなってしまうんですけど、八百屋でね、野菜を買い込んでるところでね、その横から、なんか、俺らの時代は種から丁寧に育てたもんだと。ね、今の若い奴らは楽して野菜食ってやがる、みたいなね。そんな説教されたらね、普通に関わらないとこってね、思いますよね。で、そういう人たちも、なんていうんですかね、さらに先代の人たちから、なんか同じようなね、迷惑行為って受けてると思うんですよね。で、例えばなんか、ゆとり世代って言われたりとか、平成生まれはどうとかってね、言われてる人たちもいっぱいいるし、その上の世代からもなんかこう、例えばそのバブル世代の人たちをね、見てね、バブルで浮かれてやがるとかね、まあ何でもありなんですよね。つまりはどんな時代でも一定の割合でいると思うんですよね、そういう人たちっていうのはね。はい。で、二つ目のタイプがですね、音楽性がないっていう言葉を使って否定するタイプですね。で、例を出してお話しするとですね、例えばこのタッピング系ギタリストっているじゃないですか。ピッキングだけじゃなくてね、そのタッピングを駆使するタイプのギタリストですね。で、右手が常に指板状の上でね、踊っているようなね。で、タッピングをすることによってメロディーを奏でたりっていうね。で、そういう人たちをね、批判する人がね、ちょこちょこいますね。で、なんかこう、言い分としてはもともとあった奏法の枠を出るべきではないみたいなね、そういう変な考えの人が多いみたいです。あとはなんかこう多弦ギタリストですね。7弦ギターとかね。まあ最近で言うと8弦ギターまでね。そんなすごいギターもね、弾きこなしてる人もたくさんいるんですけど、そういう人たちを叩いたりしてる、老害もいます。言い分としてはなんか6弦をちゃんと極めてから弦増やせよとかね、そういう意味不明のマウントを取りたがるね、タイプですね。あとはなんかこうチューニングを下げてね、低音を出したかったりするじゃないですかね。そういうタイプの人にもね、難癖をつけるっていうね。で、そういう人たちがよくこじつけたがるんですが、音楽性に欠けるとか言うんですよ。で、いやいや、音楽性って言葉もね、曖昧ですよ。彼らの言う音楽性に欠けるなんてのは、彼らにとって聴き心地のいい音楽からはかけ離れているっていうだけの話であって、ただの好き嫌いですからね。で、それを自分の意見を正当化させたいあまりに音楽性というね、曖昧な言葉を使ってね、説得力を持たせようとしてるだけなんですよ。で、マニアックな分野のファンにとってはですね、そういうマニアックな音楽性に惹かれてるわけで。で、その人たちにとってはそれがね、音楽性なんですよ。彼らの惹かれてる音楽性がそこにあるわけなんですよね、どんな音楽でも。で、音楽にね、好き嫌いがあるのはね、当然じゃないですか。で、嫌いな音楽の荒探しをしたりとかね、ディスりをしてるね、暇があるんだったら、自分の好きな音楽を聴いてたりとかですね、流行りの音楽からね、距離を置いておけばいいだけの話ですよ。本当に荒探しに過ぎないんですよね。
で、僕の好きなギタリストでね、マテウス・アサトさんっていうね、超絶ギタリスト、皆さんもご存知かもしれませんがね、彼ほどのですね、プレイヤー面でね、コンポーザー面、両方どっちとっても世界トップクラスのギタリストでさえですね、ベッドルームギタリストなんて言われてバカにされてたわけですよ。一部の老害から。まあ、彼がいつもベッドに腰掛けて動画を撮っていて、それをアップしたっていうだけでね、そこをディスりたかったんでしょうね。まあ彼すごい上手いんでね、上手すぎてそこしかディスるところがなかったのかもしれないんですけど、あとはなんかヒゲとかね、そういう身なりをバカにしたりとかですね。まあネットアンチの民度の低さっていうのはね、皆さんご存知の通りですよね。余談ですけどね、マテウス・アサトさん知らない方はね、必ずチェックしておいてください。もうね、頂点クラスです。本当に本当にもうすごい。で、三つ目がですね、自称プロと自称元プロの人たちです。まずプロという言葉がね、すごく曖昧なものでして、何をもってプロというのかというかね、人によってなんか、言ってる人によって違ってくるんですよね。で、きっと正しくは、ギター演奏への対価が収入柱の人を指すと思うんですが、まあ、例えばスタジオミュージシャンとかですね。しかしながらですね、本当にプロとして食べているかどうかが怪しい人たち、こんな自称プロでですね、本当にギター演奏でお金をもらったことはあるのかもしれないけれども、キャリアとしての信憑性は怪しすぎるっていうね、自称元プロの人たちですね。で、こういった人たちはですね、人のプレイや音楽の思考とかですね、多少影響力のある配信者に難癖をつける人もね、多いんですよね。で、僕のアップしたことのあるね、双方解説動画に対してもですね、その練習法はいかがなものか、ちなみに当方10年前までギター講師してましたが、とコメントが来たんですよ。ね。でって感じなんですよね。で、10年前までって、ね、事情はどうあれね、10年も前にね、断念してるわけですよ。しかもギター講師といってもね、数ヶ月雇われていただけかもわかんないですし、ギター教室始めてその年に潰してるかもわかんないわけですよ。だから何者かね、さっぱりわかんないわけですよね、こっちからしてみると。で、例えばフィットネスチャンネルやってる YouTuber に対してね、その健康法はいかがなものかと、ちなみに当方10年前まで健康でしたよって、コメントしてるようなもんなんですよね。で、自分のコメントの信憑性のなさを晒していることにね、自分で気づいてないんですよね。ましてやですね、その自称元プロギタリストを名乗ってどやる人、これは本当に怪しいと思います。で、僕のところには叩きに来る人っていうのはね、あんまりいないと、ほとんどいないんですけれども、ギター YouTuber 叩きたがる、自称プロ、自称元プロ、いるんですよね。本当時間の無駄だとしか思いません。はい。実際にプロギタリスト名乗っててもですね、ギター演奏での稼ぎでは生活できずにですね、バイトしてる人も多いんですよ。それはプロギタリストと名乗っていいのかどうかという問題なんですけども、フリーターとはまあ言いたくないわけですね。本当にギタリストとして食っている上手い人はですね、そんなどやる人見たことないですね、僕はね。これもですね、どんなことにも言えることなんですけど、人の意見を聞くべきか否かの判断で大切なことはですね、何を言われているかよりも誰に言われているかをちゃんと見るということだと僕は思います。で、たまにいるんですけどね、批判も甘んじて受け入れるべきだとかって言っちゃってる人ですね。このセリフを言っちゃう人の意見はスルー第一候補ですね。はい。で、僕はですね、海外で生活するって言った時もですね、英語を話せるようになるぞと言った時もですね、で、永住権を取るぞと言った時もですね、ソロギタリストになるぞと言った時もですね、で、好きなことで食っていくぞと言った時もですね、で、ましてや起業するぞって言った時もですね、常に批判はありましたけどね、すべて実現してきてます。で、人の適当なね、批判をですね、甘んじて受け入れるなんてね、それ以上に馬鹿らしいことはね、僕はないと思います。はい、ちょっと話がそれちゃいましたが、以上音楽業界にはびこる老害についてお話ししました。どの時代にもね、一定の割合でいます。で、これから音楽業界で頑張っていこうと思っている方はですね、ぜひですね、こういうネガティブな人たちとは距離を置いて頑張っていただきたいなと思います。それでは今日はこの辺で。Thank you.